のオス皆さん兄弟長男クルトと次男カノトです。イエイ。はい、ということで終わりましたね。試合終わったね。まずは今日の動画は、まあ、本当に結果報告、前回と同じように結果速報をね、またゆっくり話すのは後日しっかり撮るとして、今日は結果報告を応援してくれた皆さんに報告したいと思います。じゃあどうでしたか、まず第一試合、はい、2ラウンド KO 勝ちで勝つことができました。おめでとう、デビュー戦。はい、じゃあ僕も1ラウンド KO 勝ちすることができました。ありがとうございます。はい、2人揃って KO で、はい、いい、なかなかね、よかったよね、はい、まあ痛めてるところは2人ともあるんですけど、はい、自分のところ怪しいんで、明日はまず病院行っていきたいと思います。自分は足そんな店が来たんで足の裏蹴りすぎて足が痛いです。じゃあとりあえず勝利のマッチで乾杯しておきましょう。大塚最強だからね。大塚最強、そもそもお願いします。似合す。じゃあおめでとうございます。皆さんありがとうございました。キラーワールドマックスに乾杯。最高だったな、マジで、あの瞬間は。まず、プレーのね、1試合目がカナタで、俺が4試合目だったんですけどね、はい、最初からやっぱこいつは飛ばすから。もうとりあえず、ほんと KO で勝つことしか考えてなかったから。そうだ、まあ、一発目とりあえず二段蹴りをぶち込んで、でも、それも完璧に入ったから、それで相手も完全に嫌な顔したの分かったんですけど、それでもう行きすぎて2つダウン取って、うん、あと1つのところで行きすぎて終わって、まあ2ラウンド目、はい、2ラウンド目だけど、まあ冷静に、そうだね、行きすぎないで、逆にまあ2ラウンド経験できたのが良かったで、うん、でかい。1ラウンドで倒せるとね、冷静に戦って経験したし、 KO で勝つことはできました。はい、まあ、自分もね、1ラウンドなんですけど、練習でやってきたことをね、その時間で割と詰め混んで、で試合ごとに結構やっぱ成長してるって言ってもらえたんで、それは良かったかなと思います。俺がまさか1ラウンド KO できる時代が来る。3ラウンドで判定のやっぱ人を倒すことって難しいからね、本当に倒しきることはね、本当難しい。なんなら倒してるのにこっちがもう負傷してるし。俺もだよ、肩よ、人はそんな、本当に人はそこに弱くない、本当に。いや、本当に今回はね、まあほとんど北海道のから100人ぐらい、自分とカナダのね、応援に来てもらってね、会場もやっぱやばい、まあ、いつも自分の時は代々木第一とか広いんですけど、その時もまあ結構たくさん来てくれてるんですけど、代々木第二で100人ぐらい来てるんで、本当にホーム感がすごく、うん、安心感が、緊張もなくね、自分たちの動きをすることができたので本当に感謝してます。ありがとうございます。皆さんのおかげです。あとまあまた後日、うん、とりあえず結果を報告、結果報告ということで、はい、まあ SNS とかでね、結構上野兄弟の名前も広まってるんですけど、まあこっからなんでね、うん、こっから、本当にこっからやっとちょっと知り渡ったぐらいだからね、こっからが本当の勝負なんで、また帰って練習しましょう。今から練習する。無理か。言ってたよね。二人とも試合終わって速攻練習してやる。無理だった、二人とも。歩くことすら不可能。ということで、明日は別に楽しんできてください。行ってきます。それではまた、後日北海道帰ってからゆっくり話したいと思います。はい、水抜き動画とか、試合なんか裏側とかまたちょくちょく撮ってやるんで、楽しみにしてください。それではまた次回の動画で、バイバイ。ありがとうございました。ありがとう。